アメリカ大統領選挙まであと2日。長島キャスターが現地で体当たり取材です。皆さん、トランプって書かれているボードを持って、それを高く上に上げて応援してます。え、もしや、えファンサービスが素晴らしいんですよ。もしかしたらこれでトランプ氏の支持率上げてるかもしれないですね。世界が注目する大統領選挙まであと2日。ニューヨーク。タイムズスクエアを歩いて発見したのは、もしや、タイムズスクエアのご本人？トランプ氏発見かと思いきや、そっくりさん。話し方も仕草もそっくり。街を歩けば、握手や写真攻め、人だかりができるのもあっという間のすごい人気ぶりです。ドナルド・トランプが人気感じてる。You know, when you're walking around, you see you get a very, very positive response. People love this guy. Even if they're not voting for him, they're very fascinated by him. They'll whisper in my ear and say something like, I'm voting for you. Or, my wife can't stand you, but I'm voting for you. Or,トランプ氏のモノマネで日本円にして月400万円ほど稼いだこともあるというこのそっくりさん。周りの反応からトランプ氏に風が吹き始めていると感じているそう。さらに今